本当にこのチームはいい人が多い。怪我で戦列離脱、救援自体、森友哉が改めて思うオリックスの優しさ、戦列を離れて改めて思うのはチームメイトの温かさだ。マイナビオールスターゲーム2023お出場辞退したが、大体選手の若月健也捕手が森選手のあごひげまで持っていきたいと思うと発言。ファン投票と選手間投票で選ばれた森の心を思いやる言葉だった。同級生でライバルでもあるのですが、嬉しい言葉ですね。石川も含め3人で切磋琢磨していきたいですね。ともり、他にも嬉しい出来事があった。トンもいろいろ気遣ってくれたんです。森によると、救援用に用意をしていたミットをトン宮が預かり、球場での記念写真などの際、一緒に収めてくれたという。このチーム、本当にみんないい人が多いですね。あのチームは、山。だっていいやつだろ。やりたい放題やってた印象やが、移籍してよかったな。やが悪い人とでも、このチームは西武にもいい人はおるやろ。こういう発言嫌い。西武は悪い人が多いの。物に当たって怪我するようなやつもいないしな。3は山川と仲良かったじゃん。まんじゅう泥棒もおらんし。まあ西武はコーチ陣もヤバいやつらおって、それに反発する山川組という敵対関係があったからな。それにしても山川組はやりすぎてしまった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。